書きたいっていう気分が出るっていう意味ではね、不幸な時代ほどいいんじゃないかなとコーチはこう思っちゃう部分も実はあります。ドキュメンタリー、good or bad? It's a sailor bashing documentary. 変ですよね、外国の基地がこんなにあるって。なんでこんなに基地がいっぱいあるの。原爆投下の訓練だよ。こんな街の中だっていいのかな。安保条約が取り決めたからな。日米安全保障条約というのは知ってた？略して安保と言います。この飛行機って次の戦争に備えるために練習してるわけでしょ。別に航空ショーをしてるわけじゃないですよね。もう基地やめてくれ。だから従って条約も撤廃してくれですよね。条約があるから基地あるんだから。嬉しいって感じですよ。だってもうみんなそういう同じような気持ちになった人たち、他の周りを取り囲んでるわけですよ。大きくこれだという共通は何、共通点は何かあったら、やっぱり僕は再び戦争はしないということ、そこだけだと思う。